見えない。これなんですか。 OK、 6時53分20秒23、2時25。ケープが多いな。では道の駅小河原湖からスタートします。放送はもう少しだったから。あ、鈍行だ。ああ、青い森のキャラクターが書いてあった。蓋閉めてよっと。OK、 じゃあ出発。ああ涼しい。まだ霧が出て太陽上がってんのにえらい涼しいです。太陽どこ行った。あ、いた。もうそろそろかな。あ、しばらく線路上行けるか。じゃあ放送開始はあっちの方でやろう。お餅と粉あったのか。昨日この近く、あ、目の前通ってないや。お、あと1分ちょい。猟銃屋さんがあるんですよね。で、スタートするか。よし、来た。あと20秒か。おはようございます。これでスタート。よし。ありえない。最終日です。あ、時間になった。つながってますかね。おはようございます。あ、これは夜用の配信会、あ、夜用設定になってるな、今。ちょっと待ってください。戻す。よし。おはようございます。もうというか、もうちょっと早く出るつもりだったんですけど、自動無料延長、オン。よし。おはようございます。あ、音声ありがとうございます。会長。ここは、青森鉄道の上北町駅前です。おはようございます。強靭な。あ、来た。こっちは、あ、予約です。で、今ですね、理想で帰宅はしません。帰宅はしますが。で、今は、太陽、あれどこ行った？あった。あっちの方に今太陽があるんですよ。今ここ霧です。上北町は霧に包まれております。おはようございます。そう、もやかかってるんですよ。幸い朝露はテントにつかなかったんですけど、すごい涼しくてなんか高原の朝みたい。おはようございます。あれ？線路沿いの道があるんじゃなかったっけ？で、あとここはですね、湖。さっき泊まってた道の駅の近くの金山湖じゃなくて小河原湖の湖ですね、あれはと、あと出湯の里、ここらに温泉が7、8軒あって、それぞれ200、300円なんですよ。しかも夜10時まで、朝5時から夜10時までやってる。すごいですよ。岡山来ない。どっから出てきた岡山。で、こっからちょっとこっち行ってから行けばいいのか。おはようございます。涼しい。涼しいけど、今朝は寒くない。結局、今日も、昨日の夜も寝袋に入らずに寝てしまいました。で、朝起きても寒くなかった。あ、GPSOK です。ありがとうございます。うん、最終日です。できれば今日は、あ、すいません。昨日の夜はこの辺り温泉入った後道の駅まで戻ってテント張ったんですけどね、戻る途中に寝袋さんのこの辺りの人ですね、夜みんなで集まって騒いでますよ、よく。まあ見たの2件だけなんですけど、北海道来ないの今ここか。ですね、バッテリーはPC の外部バッテリーの1個がなんか押しボタン、電源供給開始の押しボタンがへこんだままの状態になって押せなくなっちゃって、で使えなくなってしまいました。ぬるぬる FML 使ってる人とか NLE の人はだいたいぬるぬるだと思います。これいや予定ルート作ってます。作った予定ルートを、地図も出る GPS ロガンに入れて、こいつそうカレー牛乳味噌ラーメン美味しかった。あ、今ここ了解です。この切りっぷり、おはようございます。暑い、こっちは今涼しい。でも今日も暑くなるみたいです。いや、神奈川県、まああんまり違いは今のところこの辺りじゃないかな。おはようございます。なあ、こいつか。こういう旅行そんなに敷居高くないと思いますよ。3日間でも取れれば。先が見えねえ。夏止まりには行くつもりです。もうちょっと6時台にスタートしたかったんですけどね。あ、人が歩いてきた。スープ多めにしました。 100ml ほど。ボルミちゃんはもともと聞こえないのです。カラス今度はあっと誰か来た。避けられた。はあ、すごいな、こっちさっきより霧が、はあ、あ、おはようございます。これカメラ大丈夫かな。ウェブカメラ水滴がつくんじゃないかな。いい天気ですね。なんだろう、田んぼの周りで霧が溜まりやすいのかな。幻想的にすごいな。よいしょ。あ、掲示板に、そうコミュニティの掲示板ってのがあんまり気づかなくてすみません。はあ、どろり。うお、あ、スープの話か。霧、街の中よりも霧が濃くなってきましたね。はあ、6時間配信は持つと思いますが、バッテリーがですね、1個せっかく昨日充電できた分がなくなってしまったんで、これウェブカメラが今曇ってるんじゃないかな。あまりに霧が濃すぎて水滴がメガネにつき始めてる。ちょっと待ってください。わー、あ、チャンスチャンス。霧が霧というか水滴ついてますね。よいしょ。綺麗になってもまあこんな感じです。飛び込まないようにします。できるだけ。よいしょ。どっちから来るんだ？駅の方からか。よいしょ。すいません。よいしょ。こっちから来る。多分鈍行ですよね。こんな朝早く。カメラ精密機械、そうですね。 GoPro がちょっと怖いな。まあ、霧はすぐ晴れると思うんですけど、あ、太陽出てる。あんなに高い位置にあるのにこの暗さ。駅近くだからまだ来ませんね。待ち時間が長い。月見えます？はなんかカラスがレールの上まだ歩いてる。まだ来る気配なし。カラスがどんどん向こうに歩いていく、線路、レールの上を。月がカラスまだレールの上歩いてますね。うん。画面、ありがとうございます。うん。長いですね。駅近いから、駅に停車するところから多分閉めてるんですよね。行かない行かない。なんか少し音がしたような。あ、来た。おはようございます。なんかライトの位置高いな。こんなもんか。お、青くないやつだ。かすかにクリーム色の入った白に赤ラインなんですね。綺麗だな。よいしょ。ガスってます。レンズに曇りもさっきついてたんですけど、本当にガスってます。うん、 JR 見えました。 3両でしたね、今のは。カラスはちょうど見えないとこ行っちゃってました。草の陰でもしかしたら引かれたのかも。うわー、ちょっとこれ GoPro はかなりやばいな。ウェブカメラも今まで散々やってるけど。おはようございます。うわー、コメリだ。すごいな、この時間になってもまだ霧が全然晴れてこない。お、通り抜け禁止、了解です。GoPro ハウジングっていうのに入れてれば、ケースに入れてればいいんですけど、専用の。私はその防水のハウジングを全部取っ払って、マッパの状態で、使ってますからね、ヘルメットに乗せて。あ、八甲温泉だ、昨日狙ってたところ。1泊2食付き4300円。やっぱ安いなぁ。マッパ。今晩の宿は横浜です。横浜市サンクスタ。あ、今日も日焼け止め塗ったら目が染みてきた。走る平均値待った方が。わー、あ、来た。今夜の宿は1人しか入れません。目の周り、額のあたり結構塗るんですよね。またどっかで目洗わないとな。今日は早めに進んでおきたい。できれば新青森の15時からの各地のお祭りをかき集めたパレードは見てみたいんですよね。まあでもそのために途中飛ばすってこともないかな。ゴーグル、北海道、まだその時考えます。お高い霧です。晴れてきた。おお、ちょっともう一遍カメラチェックしようかな。ウェブカメラそこそこ見えてるんですよね、今。ツーリング目的、ツーリングと旅はかなりかぶってるような。あ、そうかも。ちょっと待ってください。あ、今大丈夫だな。よいしょ。今も曇らなくなってますね。よいしょ。こっから先、まず野辺地っていうところが一つ目の大きなところかな。うん。目探し。今ちょっと日が差してきてます。台風で。今日はまず焚き火の営業所が実はこっちあんまりないことが分かったんで、野辺地の宅急便営業所で荷物をもう送ってしまって、今度の乗り地はまだ分かりません。毎回特に予定立ててなくて、どうだろう、関東だったらもうそろそろ大垂水峠はちょっと早いかな、10月かな。八甲田、そっちには今日行かないです。今日は青森直行、青森市街地。さて、荷物を送るときに2つあるバッグの1個分以上は送ろうと思ってるんですけど、きりたんぽは秋田だっけ、しょつる雪の新聞氷、切符はエキネットで買いました。エキネット棒読みはエキネットって読みますね。涼しいうちに。自転車こいでるとき、放送してなくて自転車ツーリングでこいでるときは何考えてるのかな。できるだけ周り見るのに脳のリソースを使ってますけど。お、七戸、七戸と書いて七戸。天気、とりあえず曇りとかそういうんじゃなくて、今霧です。上は多分晴れてると思うんですけどね。ああ、でもどうかな。七戸、段ボール、あ、いや、宅急便のとこで昼ですか。昼は夏泊半島にはまだ入ってないかな。青森弁、そんなに聞き取れないってこともないですね、青森の方。あと函館の方は青森の言葉が入ってるとかどうとか言われてましたね。罪悪感、近畿、あ、おい、の18時14分新青森だったと思います。確か14分。だからまあそれにギリギリ間に合えばいいんですけどね。早い。やった。新青森まで行こうと思うと80キロぐらいあるんだったかな、もっとあるかな。夏の間に通ると100キロ行くんだっけ。今時速20ちょい出てますね。予定ルートまた最後は予定ルートっていう枠説明のところに開くと今日のルートの最長パターンが出てきます。東京21時台です。だから自宅に着くのは23時前になるはず。ナイトロギア落として、家まで90キロでしたっけ。そう、途中輪行もありです。6時間じゃ多分つかないですね。14時くらい、15時に新青森つければベストですけど、込みなどそうですね。でまずその前の平地で荷物を送って、明日から仕事です。もう3時、まあ、いつ帰ってもあんまり私変わんないかなと思うんですよね。どっちしろダラダラしてるし、まだ涼しい、まだ涼しい。わかんねえ、わかんねえ。年ダブル20歳くらい。18切符は今使える期間でしたっけ。体力は消耗しないようにしながら走ってます、できるだけ。ロードレボ見られると思いますけどね、シルバーライトっていうプラグインを実際はダブル20歳プラス1ですけどね、筋肉限界ではないです。映像今大丈夫ですかね。うるさいわ、うるさいわ。マイナス20、今速度10キロぐらいかな。今高台、そうですね。今カラス釣りましたかね。あったか。なんでカラスが。しばらく待ちますか。ブラウザが。そうなんだ。知りませんでした。でも私は64ビット OS で。自宅では64ビット OS で32ビットのインターネットエクスプローラーを使ってます。っていうかまあ Chrome なんですけど、32ビット版使ってれば特に支障ないですよね。64ビット OS でそのままで、青い森のキャラクター、珍しい字の橋本さんだ。ストップ。どんまい。止まりっぱなしですかね。止まりっぱなしからチェックするかな。脇にスペースがあるところでもう車多いな。デリデリニューデリーなんだっけ。コメントは今ヘッドセット使ってます。イヤホン付きのヘッドセット、付きじゃないや、イヤホンヘッドセットのイヤホンで、ああ今大丈夫ですね。復活してますね。ございます。あの地名、おつどもって書いてなんていうのかな。橋本さん、ラグありますね。おっともか、なるほど。納得できる。昨日はなんか暑さにやられてましたね。動いてますね。久しぶりです。お土産買わなきゃいけないな。めんどくさいな。あそこの元。本日最終日です。早めに着いてお祭り見てみたい。あ、そうだ、宅急便の営業所って朝8時とかからは営業してないかな。一応ギリギリでツーリングアプラ超使えますね。私の持ってるのはかなり情報古いけど、メンテナンス、外出、いやいや、しまった、夏沼に回る前に荷物預けられないか。最後に輪行するにしても、輪行の時には荷物はもう送った後にしときたい。8時あですか。ニューデリー、そんなこと言ったっけ、覚えてねー。あ、延長したからちょっとリロードしとこう。お土産制度ですよね。もらった側そんなにうわ嬉しいってわけでもないのに、買っていく側はかなり気遣いますからね。あ、でもそんなこと言ったら日本のお土産産業に影響を与えるからよくないか。じゃあちょっと待ってくださいね。リロードしときます。コメント聞こえなくなります。速度 15.6km まで今コメント見えて、でリロード中です。たまにこれ帰ってこれないんですよね。あ、上り速度悪いな、ここ。このまましといて移動するか。お、あれまた東北町、あれ今何町入ってたんだっけ。あ、そっか、室の部屋入ったんだった。さっき入ったの忘れてた。ですいません、今コメント聞こえてません。映像もいってないかもしれませんが、復帰しないな。付きしない。あ、ダメだ。ちょっとツール再起動してきます。FM 入り含めて。やばい。早く。あ、来た来た。しばらくは通常走っていこうかな。よっと。よし。これ音声いってるかどうか。あ、いってるいってる。ちょっとしばらく通常走っていきましょうかね。また電波悪くなってきたみたいなんで、5分くらい前のこれでなんとか通常配信で。まだ反応がないので、通常配信 OK 来ましたね。カクカクですけども我慢してください。反応、延長作業はこれで来なかったはずです。リロードしたので、こっち側でツールをつなぎ直したので、制御の必要か、私もそう思うんですよね。大丈夫ですかね。お、赤い。コマ数が極端に減るので、当たった当たった。見せる側もいろいろ気使わなきゃいけなくなるんですよ、通常配信は。ほらこれっていうふうにちらっと見せたって、まずコマとコマとの間で飛んでしまって映らないので。ディスコネクトは出てなかったですよね。これ霧晴れたけど曇ってたのかな。いや晴れてない。私は朝ごはん食ってきましたけどね。あれでまた青森の名物を抑えてしまった。霧が上に上がった。今かなり涼しいです。一日中これだったらいいけどな。今あんまり汗かかずに済んでます。一人でテントはなかなか怖いっていうのはまずないですね。でも昨日ちょっとテントのすぐ横でガサ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 何かがずっと動き続けてたけど、おはようございますなんだろうと思いながら寝てしまったんですけど、朝起きたらでっかい蚊でした。お、また前田だ。前田ストアだが、蚊がなんかすぐ近くであがいてたみたいで、朝死んじゃってました。起き上がれなかったんでしょうね。熊、近くにキャンプ場もあるんで、熊が出るようだったらなんか警告が出てると思います。ガサガサ。新幹線18時14分です。新青森。とつけてたら浅虫まで直行したら44キロか。夏泊まり寄ってプラス10キロ20キロぐらいかな。で今7時半か。あ、お、結構大きな市街ですねこれ。ここはおっともか。新幹線は間に合うと思います。間に合わせます、はあ、これ下のがおっとも駅かな。違うか、違った、複線だ。ん、勉強、何が何の話ですか。たまには窮地に、それもいいですね。よくないけどいいかな。ん、踏切になってる。今日は最大90キロぐらい、途中で切り上げる可能性もあります。お、また踏切当たった。ああ、さっきと同じ車両ですね。で、まだ駅に止まってる。うん、ああ、九州、今上陸してるんですよね。すぐそこがおっとも駅です。おっとも。まだ動いてないかな。確か1日8本ぐらいじゃなかったかな。確か時刻表を見た時はそう撮影します。あ、エンジンかかった。3時間ちょい、そうですね、うん、会社が休みに電車、あ、電車かこれ。いや、ディーゼルカーだ。腰は痛くならないですね。両数は3両はやっぱり。またポタファイが落ちたかな。まだそんな気温じゃないのに。よいしょ。とりあえず駅前行ってからしよう。トイレだけがやたらファンシー。飽きた。何なんだ今の。接続。なんか踏切で列車が通った瞬間にログアウトしました。今言ってますかね。なぜかポタファイから切れてしまって、で勝手に復旧しました。よくわかんないですね。熱で落ちたわけでもないのに、まあ気にせずに。あと飲み物が昨日残りの麦茶がちょっとこの中に半分以上残ってるくらいかな。まあ、今日はもうどこででも飲み物補給できそうですね。夏のマリ半島別として。なんかトイレだけやったらなんか落ちたんですよ。急に切れて。寄せるか。トイレだけがファンシー。これ、夫もって呼ぶらしいです。夫も。そう言われると納得できる。うん。河川ありますよね。区間、ある区間だけ電化されたりするのかな。あとは車両によって。時刻表はやっぱり、1日8本9本ぐらいかな。片道8本9本ぐらいです。いや、友人駅みたいです。おつおつ、あ、お友だからおつって言ってるのか。多分友人です、これ。今そんな感じに見えました。お友は駅伝の街らしい。駅伝お友駅イベントありがとうございます。うん。駅伝の街。8本。うん。で、これしばらく線路沿い行ってまた国道に戻ります。しばらくてもう終わりだな。お？あ、これか。そうですね。霧が出てるとったの関係ないか。今のところ伏線でしたよね。引っぱなしって。おっと、今の引っ掛けたのか。野辺地まであと15キロ。野辺地からは海沿いです。ナマステ。あ、おはようございます。9年ぶりになりましたでしょ、イカリャク。なかなかでした、イカリャク。結構なんか知らないうちに寝てました。23時ぐらいには寝たのかな。で5時前に目覚めて、今日は眠くならなきゃいいけどな。今のところ眠くないです。睡眠時間はちょっと短い。さて、国道沿いです。またんこれでいいよな、合ってるよな。うん。今日は18時14分新青森発です。で21時台には東京。うん、おはようございます。こっちは今結構涼しいです。霧が出てるのと曇ってるのとで。8号か。あ、国道じゃないってことか。県道ですね。了解です。Z さん、昨日山形でしたっけ。新幹線は東京まで行きますよね。私は新青森東京で撮ってますが、うん、コンビニ10日間はまあどうだろう、あり得るのかな。すいません。よっしゃ。今日は特に変なマンション41階建てでしたっけ、40何階建てでしたっけ、スカイなんとか、あそこ本当上山市のあそこだけ2階建ての建物もあんまりないようなとこで、浅虫温泉で風呂入るかどうかはちょっとまだ分かんないです。時間の余裕次第浅虫温泉で臨行するとしても結構列車のタイミングが限られているので、それ次第ですね。確か、快速なんとかっていうやつが14時台にあるんで、それに乗ると15時に新青森に着けるので、ほら、あれは目立ちますよね。あ、上から見たらどんな景色なんだろうのがあった。知らない土地、私も知らない土地を楽しんでます。皆さんと一緒に楽しんでるというスタンスよりはちょっと引いてるんですよね。自分が楽しんでるのを見せてるって意識だから。でもこっち来て本当なんか親切ばっかり受けてます。ただで止めていただいたり、右逆さに、そうですね。6か所は昨日行きました。なんか暑さにやられて、眠かった時なんで記憶があまりはっきりしてませんけど、最高ありがとうございます。ヘキサ、そうですね、剣道のマークをヘキサって言うんでしたっけ。払ったり、結局3泊は宿泊代無料ですからね。宿というか、宿かなに泊まったのに。で、民宿1泊、B&B1泊、で、道の駅2泊、キャンプ場の炊事場1泊。ライダーハウスは激安というかタダでした。あれは夕食代を出しただけなんで。B&B あります。結構あちこちありますけどね。仁徳くん、でもスタンスっていうのかな、相手が迷惑そうな感じだったらすぐに引き下がるっていう風にやっときゃお互いに嫌な思いしませんね。ライダーハウスのああいう情報を頼りにお願いするときとかも、心臓破り、その登るんでしたっけ。ここなんかガタガタゆっくり登っていくようなプロフィールマップだと思ったんですが、こまごま蘇生術ですかね。ちょっと登ってまた平坦か少し下るか、ここから先はしばらくこれの繰り返しでしたよね。下りは今これ下りではないんですけど、空気は涼しいですね。だけ君、あ、だけ君、なんか極めっていう文字がついたトウモロコシは道の駅で見たんですけどね、それとは違うかな。おはようございます。最終日です。できるだけ早く移動しとかないと余裕がなくなる。まずはこの先の君、ああそうそう、トウギミとか言うんだったっけ、トウキビ、トウギミ、うんうまくて、竹っていうのが作ってることはやっぱ見たのとは違うな。あ、弘前、今回弘前行かなかったですね。次来るとしたら白神ラインの入り口の12個あたりまでリンクをして、リゾート白神でリンクをして、でダートの山越えやって、弘前入りとかかな。まあそれか素直に能代から内陸に入って放送グリーンか君、はあ、そう弘前もいずれ、はあ、有給休暇をまとめて取りました。まとめて取ること推奨されてるんで、夏休みとして、はあ、あ、電源開発株式会社 J パワーだが上にあるのかな。癒し天国、高速だ。乗りましたか。あ、癒し天国は映らなかったのか。水槽です。まあしなきゃいけないってわけじゃないんですけどね。怒られる。あ、谷の中。それ電波悪いのか。ああ、なるほど。左右が山になってるんですね。夏休み。来られる。宅急便営業所は8時に開いてるかどうかだな。うん、サイン、ああですかね。北海道、東北、そっか、遅い夏休みでサイン行ったんだ、去年は。そうですね。うん、うん、考えもありますね。ありがたくというか、そういうのが推奨される前から丸1週間行ってます。まあ緩やかに登ってる。おはようございます。こっちから声いってるかどうか分かりませんが、これ一応ずっと線路沿いに走ってます。おはようございます。青森市街地に向かってます。四国か。四国も走ってないとこ多いんですよね、線路。線路見えなくなったな。おはようございます。毎日、昨日は元気じゃありませんでした。冬休み、そうですね、過去に走った中では。お、またピーク。小川の、ここでは今多分してないです。川近く流れてるはずだけど、線路の向こうが川かな。線路とは結構標高差が今ついてますね。ナスね、専用機買おうかなってちょっと思ってます。自転車ってキーワード入れといたら勝手に全部録画し続けてくれるやつが、ナスネだと多分キーワード検索はできても、キーワードに引っかかる番組をいつまでも録画するっていうのはできないですよね。映像ダメですか。おう、牧草地かな、右手のこれは。今下ってます。涼しい。冬はだいたいそうですね、西の方、南の方、ナスネはソニーが出したのかな、もう出たんだっけ、出した地上波レコーダーってことでいいのかな。テレビの映像レコーダー、映像記録機。電波今ダメですか。おっと。という声、トンネルになら、線路がトンネルになると、今 FM エリアじゃないです。今通常です。長崎か。あれ、延長できてないか。ツール再起動したときにボタン押し忘れたかな。ちょっとチェック。自動無料延長オンにしてない。危なかった。夏止まりはチェックしてなかったです、そういえば。どうだ。自動無料延長はまだいかない。下よし。行き先誘導どれだっけ。お茶。列車はまあ間に合わせます。どうあっても間に合わせます。ああ、長崎ツイートしねえ。そんなめんどくさいことしない。やった。ふう。こっちの方も多分確かエリア内じゃなかったかな。うん。勾配100メートルの上りともう何十メートルかの上りはあるのは確認してます。ただあれだけなんで大してきつくはないと思います。おはようございます。お吠えないな、さっき吠えてたのに。見続ける、了解です。ああ、今上りでこれから下りです。うん、曇って霧も少し出ていてすごく涼しいです。前の自転車音の原因、前の自転車の異音の原因はフレームにクラックがひびが入ってたからです。思いっきり入ってました。8時か、全員集合しなきゃ。やった。うん、はあはあはあ、そう、全員集合。捨ててなくてまだばらして部屋に置いてあります。はあ、おっと、はあ、走るにはそうですね、クラックはダウンチューブにクラックが半周入ってました。あ、今のなんだ、よく見えなかった。今の車両なんだ。自転車で走ったことがないのは多分長崎県だけだと思うけど、県単位で行ったらの話です。おう、そう、捨てられないっていうか、どう処理したもんか。あ、容赦がホイールも理由できないんですよ、クロスバイクだから。そう、クラックあの時真っ二つにならなくてよかったです、走ってる時に。はあはあ、こまにキャンキャン鳴いてましたね。はあはあはあ、上り下りばっかりだ。カラフトないです。8時か。上りスピード遅いから、私を舐め切った小林がメガネの周りにまとわりつく。業者によっては、業者じゃないな、工房によってはやれるところもあるそうです。パナソニック本体はそういう修理やってないそうです。あ、まあ人づてに聞いた話ですけどね。朝ごはんはホタテ貝柱入り太鼓焼きと小松菜の青森味噌カレーバターラーメンです。ツイッターの方に写真載せてます。今朝も美味しかったです。カレー牛乳ラーメンか、バターラーメンじゃなくて牛乳ラーメンか。あれバターも入ってなかったっけ。生麺タイプのやつです。生麺タイプを茹でて、で普通は湯切りしてスープを別に用意してやるんですけど、そんな別になんか捨てられないので、茹で汁のままスープにしました。チタン、そもそもチタンは空気中じゃできないですよね。砂の中にできれた。下世話ってことはこれの話かな、これの話か、これの話かなっていうのを映像言ってないから分からんか。あ、元になった。恋心。これバイク、これは自転車です。これ家庭マークっていうか、あ、見えてました今。日本中央の日発見地って何のことかわからん。どういう意味なんだ、日本中央の日って。しかも向こうにある看板はゴミ捨てんなって書いてあるだけだし、昔の人がここは日本の中央だっていう日を立てた、その日が見つかったってことですかね。なんか納得いかんな。日本中央の日で検索したらすぐ出るかな、日本の中心堆積。それは言ったもん勝ちっていう昔から言ったもん勝ちってことか。北海道のへそなら知ってるけど、あ、主見さんいらっしゃいませ。曇りで涼しいです。霧が。カレー牛乳ラーメンかな。見えてる。なんか急にコメント来たな。日本の重心、どんだけ北海道重いんですか。北海道だけ鉄でできてたりするような重心ですね。なぜ青森が、その青森に人が集中して住んでたわけでもないだろうし、不思議ですね。石組確かこのアップダウンずっとやって下ったところが宅急便業者のはず。違う国だった。昭和27年に。ありがとうございます。まあ、ググれていったようなもんだな。ちびき駅ですかね。あ、本当だ、もうすぐ駅と交差する。怪しいというのは捏造の意味での怪しいなのかな。それとも古いものは本当で、古いというのが本当でかな。じゃあこれ下ったところがそのちびきっていう駅なのかな。ああ、キリストの墓あちこちありますよね。あと平清盛の方じゃなくて義経があっち行ったとかこっち行ったとか、河村いかれくされた。平泉。これ駅の入り口かな。駅をセリスナちびき線引く栄光のA の字の引くですね。すごいとこから入り口。今回のツーリングはまあ90点とか100点ぐらいですよね。なんか親切にされただけで点数が極端に上がるので。わあ。ヘブライ人。2人目が危なっ、即時な、その発見者がってことか。危ない危ない。今片方だけ SPD はめた状態でバランス取ってたんで、バランス崩してすっ転ぶとこでした、はあ、周り民家は見たとこないですね。ああ、これも秘境駅なんだろうなきっと。あ、でも国道から県道か。ん、何か95点。あ、そう防水性、これがなかったら大変なことになってた。放送機材全滅してたかもしれないですね。まあ持ってきてなかったらあの中走らないか。あの雨はちょっと無理でしたね、今までの装備じゃ。まあその前の週だったか前の前の週だったかに Z さんとぶどう峠、麦草峠走って、で麦草峠でひどい目にあったのでオルトリブ橋に入りました。ただこれ列車の中で持ち歩きが大変なんですよ、防水に曇りそうですね。ウェブカメラ完全に密閉できりゃいいんだけどな。ん、ひどい目。ああ、一応レインカバーかけたバッグが中まで浸水して PC が少し水に浸かってました。今この配信に使っているこれですけど、でもこの PC もですね、もうそろそろやばいです。液晶パネル部分の液晶そのものじゃないと思うんですけど、工作依頼本当したいな。表面の硬いプラスチックパネルと液晶との間を多分埋めてると思われるネバネバした液体がですね、透明なネバネバした液体が下から漏れてきてます。でそのプラスチックパネルの裏側に空気がだいぶ入ってきてます。J12 多分すると思います。他に小さいのないから。そう、液漏れというか、あれ何の液体なんだろう。何が詰めてあるんですかね、あのパネルと液晶との間は。来年。まあ今回先に編集しようかな。油で多分この漏れてきてるのは衝撃加えすぎたせいじゃないですかね。単純に物理的に歪んでしまって、あと今朝エスケープキーが外れてかなり焦りました。エスケープキー元にはめ込みましたけど、エスケープシール剤とかなんかそういうんじゃないですかね多分。でこれ修理依頼したらもう絶対今中古で買った方が安いとかいう状態になるに違いないので、 J10 かな、 J10 長期間ははるかに過ぎてます。エスケープ外れた。機材なんかタフノート使えって言われそうですけどね、あれはちょっと重たい。あと J10 にするだけでも私はかなり重たくなるんですよ、はあ、パネル修理ですよね。修理っていうかまあ普通交換になるから、はあ、うん、確かに一応保証はしてないですね。あ、EPC あれまだあるんでしたっけ、はあ、このパソコンは配信にしか使ってないです。画面が小さすぎてなんか老眼が最近来始めてるんじゃないかと思ってる私には読めません、はあ、てか読めることは読めるんだけど相当目近づけないと、はあ、民間修理どうだろう。これあんまり汎用性がない多分ロット少ないモデルですからね。なんて今の J10 を前の方のモデル買うんだったら9万弱ぐらいで買えますかね。結構春モデルとか夏モデルで切り替わっていってる中で前のやつが10万円は切ってるので、はうん、小さいパソコンは Android は外付けウェブカメラが使えればそれしたいんですよね。Android だとだいたいノートバスとかよりもはるかに消費電力少ないんで、あらかわいい。おうおう、あ、おはようございます。いや、ワンちゃんがカラスにちょっと舐められてた。カラスがなんかバカにしたように周りを飛び回ってた。あ、人妻に吠えまれましたね。なんか騒がしくてすいませんみたいな感じの顔されたので、可愛いですねって言ってきました。可愛いですねって言ったんだっけ？いや、言ってないか。おはようございますって言ったんだ。10時間か。10時間いいですね。10時間か。しかし Android 系のにできれば軽いし、消費電力少なくてバッテリー持つし、通信料金はもともとは6000円後半ぐらいなんですけど、今 MNP のソフトバンクからの回線を移動する形でむちゃくちゃな割引が効いて、今は月2000いくらぐらいです。ただそれ2年間だけの話で、しかもその MNP するためのお金っていうのもかかってるから、トータルですね、2年間で 4,5 万くらいの節約になってるんだったかな。そこから先はまた元の通りの値段です。6700円800円ぐらいかな。あ、踏切の音がしてる。今さっきは引き何引きだったっけ。お金たくさん持ってます。ひこさん、あだだだだだだだ。線路は見えないかな。見えないか。うん。可愛い。うん。ちょっと待ってくださいね。うん。あ、こういうところ走るときに周りの草多分難しいと思います。これはどこの市街地かな。バーバー石踏み。さっきなんか石踏みってコメントがあったのは、あ、そう、エリアです。本当にフォーマンは広いですね、エリアが。そうは私はあまり意識してませんでしたが、衛星イリジウムはまだあることあるんでしたっけ。おはようございます。宅急便営業所があるとこまではあとまだ結構あるな。今日もそろそろじわじわ暑くなってきました。あそこちびきか、ちびき。そう、宅急便でそう余計なというかいるものも食ってしまってるですね。キノコだ。これまた見事に剪定されてますね。よくこんなふうに生やかせるな。お、宅急便さんだ。っていってほしい、荷物を。あ、そう、きのこの里とよく似た、そう、野平寺営業所からです。この先なんか高速のインターかなんかあるような、なんか道がくるっとなってるところに営業所があるはずなんで、ただそれが何時からやってるか、でもこの分だと9時に着くかな。その辺りにはあのキノコの造形見事でしたね。なんかディズニーにも出てきそうな感じの、キノコでディズニーっていうのも変だな。あ、8時からありがとうございます。一応遅れますね。あとはバッグをもう丸々1個送って片っぽだけのバッグの状態で走るか、あ、おはようございます、それかバランス取るために中スカスカのまま2つバッグを残すか。あ、帰りたくないかと言われると今のところまだ帰りたくないな。そう、私の字でもなんとつきます。仕事いやー、三内丸山地域 S、 速度今ももっと出てると思います。ここでは今は30キロぐらい出てるんじゃないかな。ずーっと下り28キロ、そんぐらいですよね。まあ、ロードとかの人はアベレージをそれ以上で走るんですけど、ロードとかの人もいい加減な言い方だな。まあ、その速い人たちは重力、景色が独創地がありますね。昼過ぎ、このペースが維持できればですね、この下りのペースが。目が降る。ブランド、あ、線の感覚が変わりますよね。わかりますよね、それで。楽しめない。私は単に出ないですけどね。そこまで自分を追い込めないし。よっと。60キロ出てない。60キロはハンドルがぶれるとかなり怖い感じですよ。あ、おはようございます。楽しみでした。今朝はちゃんとラーメン作るときに炒め物先にやってから麺茹でました。なので今日の麺は昨日より美味しかったです。15キロ、私アベレージ10キロ1日、そんぐらいで計算するとまず間違いない。峠が入ると別ですけどね。下るなあ。そうか、これ上り下りでずーっと登っていった後の最後の下りか。プロフィールマップの辺りだ。ラーメン夜の腕をまたなんか手際良くなってしまいましたよ。またおはようございます。そう、鉄道沿いです、基本的に。ああ、4号31、今もっと出たんじゃないかな。持つ。陸奥を見に行くというのはまだ目から涙出てる。あ、これすごいですよね。あれ変なことやってる人、あ、もうそろそろ焚き火営業所、もう思い切ってバッグ1個してしまうか、バランス取れなくなっても。嫁はで荷物の取捨選択をするのにちょっと時間かかると思います。荷物を送るときは最大30分ぐらいかかるんじゃないかな。これはテントとフラフ積んでます。あとマット、そう、こっちの信号は縦ですよね。雪が積もるからというもっぱらの噂ですが、そんな違うもんかな。傾けば発進。帰りやどこにもパンク修理と、あとは電子機器を何残すかなんですよね。あとは最後の着替え。せっかく洗濯済みの靴下とパンツがあるので、それも残しておくかな。駅前に、どうですかね。あと今日バッテリーがちょっと不安です。何時まで持つかな。昨日温泉で充電できたのに、今朝になったらなぜか充電開始ボタンが壊れてて押せない。バチバチ指で弾いてみたけど戻らなかった。これで、もう少しかな。おう、東京から693キロ。今日帰るのに、一応着替えてから新幹線乗ろうと思ってます。選択失敗、そうですね。あ、宅急便あった。あそこで120サイズの箱を買ってきて200いくらするんですけど、日本海側、今は陸奥湾の方なので、どっち側とは言いにくいな。陸奥湾側です。頭の中でそろそろ荷物整理しないとな。なんかカチカチ音ですかね。パンダメロン、健康ランド、どこで入っていくか。できれば浅虫温泉で風呂入ってから輪行とかが一番いいんですけどね。ちょっとこっちじゃない、敷地はこっちだ。どこか日陰で作業したいから、この辺ですかね。宅配便業者は特定しませんでしたね。よっと、じゃあ箱買ってきます。そうだ、延長チェックしていこう。延長はできてないな。手動延長しとくかよっ。今手動延長しました。危なかったな。外部バッテリーの残りはもう 50% 以下になってるな。今延長しました。じゃあ行ってきます。よし、じゃあどうしようかな。カメラ固定して iPhone でコメント聞きながらやりますかね。むぐすちょっと待ってください。コメント読み上げを今立ち上げて、こうしてバイトよいしょ。よし、来た。これで読むはずだ。よし、来た。浅井さん誰？自転車丸ごとありますね。じゃあちょっと iPhone ここに置いて、軽くなったらどうかな。じゃあ今詰め直します。これで映像いってますかね。大和センターです。雨具今日降らないですよね。雨具マットテントマットももういらないかな。今パッキング中です。あとキャンプ道具関係、洗面用具、補給食は持っとく。いろいろもらったりした食料、寝袋、財布、ランタン、ご自慢のフライパン、あ、最後かな、コンロ、うん、グルーガン、調味料、これを持って帰ります。使わなかった皿、充電機器袋、充電機器は難しいんですよね。データのハードディスク、あとはちょっと残すのが難しい。充電の袋、機材は最低限残します。残すの、あ、そうだ、これと。よいしょ。けれる。パワーポンド。ああ、もう100均の iPhone ケーブルが死にかけてる。でパワーポンも送ってしまう。ありますね。何の使い口？パワーコンドは充電もうちょっと早くなってほしいですね。充電がちょっと遅い。着替えだけ残して。そうですね。そういうことはない。色がそんだけでいいっけ。で、これが入りきるかどうか。うまく入らないな。ちょっと無理があるな。食料持っていくかな。そう、結構。食料を除きより荷物が、いや行きはある程度手で持っていく量が多かったんですよ。今の手は知らない人ですよ。長い棒これで片っぽ入るかな。レインコッチを忘れるのが一番危ない。これ片っぽのバッグ入れられるかな。よし、これ入らないかな。入らないか。無理あるな。こっちか、こうか。難しい。1個にしたいんだけど入らない。やっぱり2つバッグ持っていくか。じゃあこれで送りましょうかね。あとこれプラスお土産もあるんですよね。じゃあこれで送ってきます。今野辺地の手前です。しました。あ、そうだ、これ PC の方少しでも長持ちさせるために GoPro の方はお出かけありがとうございます。もうそろそろちょっと待ってくださいね。無次元爆欲しいです。リア凸いいですよ。その辺りは何も気にしてないです。逆にリア凸に合わせてあんまり都合をずらしたりしないです。よいしょ。こうしてここに引っ掛け、あれでですね、1300いくらでした。1370円。 そんな安いんだったかな。そんなに2000円ぐらいしたような気がしたんですけど、かけない折りたたみのカゴ、片っぽだけのやつですね。おう、軽い。あ、そうだ、ちょっと待ってください。わびしく。見かけ、あんまり荷物を送るの、そのぐらいかかりますね。これを、パワーポンドの方、この GoPro 用に割り当てて、少しでも PC の方にあなたんちの、よいしょ、経験足らずで借りたくないでござる。よいしょ、これでなんとか取りやすい。これで PC だけになった。今時間は8時54分、9時前か。じゃあちょっと一服してから、一杯引っ掛けてから、どれだろう。クランベリー&レッドグレープ。箱？あ、箱220円。アンケートタイムしない。もう自販機アンケートタイムはしない。好きなもの飲ませていただきます。紅茶家電。パワーフルーツ。よし。コンポタない。健康ポリフェノールがうまい。健康ポリフェノールが仮面さえはない。ベストソーダって何？マッチは好きですけど500はでかい。今はああ、フラッシャー、私はちょっとその辺りはよく知らないんですよね。ああ、しまった。缶の方にペット入れてしまったけど、ちょっとこれ開けるの大変そうだな。すいません。いや、すいませんじゃない。こういう時はなんか、大丈夫。よいしょ。カンポリシーを全然貫き通さないとこだった。よいしょ。150円。ああ、100。これいいのかな。いいのか。はい、よし。見たぞ。そのまま行きそうになりましたよ。危ない。適当に。よし、じゃあ行きます。軽くなった。見た目はそんなに、いやでもまあ上のも外れたしな。黙ってればどうかっていう話ではなくて、自分を許せるかどうか。見かけ見せて、見かけ今、自転車のやつすりませんでしたかね。よっしゃー。もうそうしてなければ、その可能性はちょっと高いな、今の。あー、軽い。そうですか。フリット。ああ、軽い。ナショナル。見かけの指示点。ああ、ちょっと今の分かってない。70円。いいな。あんまり道が狭いのかな。暑いのに分かったのか。決まり。あ、海。おお、いいですね。のの字の平治町。よっと、の平治町です。5キロ。そんぐらいの5キロはどうだろう。そろそろ事故るか。の何キロ、10キロ以上はどんぐらいかな。野辺地駅は一応見ていくようにルート引いたんだったかな。まあ主要な駅なので。浅虫通って、そうです。皆さん小さい木が軽いなすの。ああ、軽いまでは別に考えずに、その後で思いついただけです。すいません。しかも明るい人は3点指示、4点指示はキャリアで、バッグですかね。バッグは 2.5 点ぐらいかな。2箇所はフレームをガチッと噛んでて、1箇所はその2つに対する補助として引っかかってる感じですね。よいしょ。これ右の方がいいかな。どうかな。これ右だな。これ右ですね。左行ったら最短なんですけど、一応の平地駅見ていこうと思ってるので、駅周辺を。駅はどれか。今、ですよね。あれついてるのか、これ。駅マニアとか街を一応見ていこうと思って、野辺地って言ったら結構大きな地名なんで、野辺地がどんなとこかっていうのだけを見ていこうと思ってます。今向こう自転車の人が通ったな。あれはあっちの道ってなんだ。てっちゃんというほどではないです。さあ、確かにローカル駅は見ていたりしますね。よいしょ。うん。パチハリ、チューブ交換じゃなくてパチハリでやります、また。私はいつも久しぶりの人いらっしゃいませ。9時、ああ。鉄道。南部縦貫っていうのは、あれですかね、大畑線とは違うのかな。また横浜の字が出てるな。最北の駅見ました。下北駅、駅前そんなないですね、特に。あれ、こっち入っていいのか。これで跨線橋を越えるんですよね。いいですよね。うん、今日朝早くていい感じ。はあ、30キロで、はあ、恐れずさんはあれ何日前だっけ、一昨日だっけ、3日前だっけ、はあ、行ってきましたよ。恐れずさん、タイムシフトまだ残ってます。はあ、はあ、富士から七戸、おー、はあ、やっぱり今日2度寝、どっかで昼寝しそうですけどね。はあ、もう今朝おいしいもの食べたな。だって元が高かったし、1食分あれ200円台か300円台ぐらいするんですよね、あのラーメンのセットは。松屋か。昼寝しながら器用ですね。あ、高速道路思いはさず。30キロ、いや、それだったら1700円高い。うん、車は別に否定しないです、私は。100% ドライブ目的だったときにちょっと抵抗がある感じかな、私としては。まあ、ドライブというスポーツを否定するのもおかしいけど。やっぱだだだだだ。うん、そう、カブいいですよね、カブ。やっぱ荷物軽くなっても上りは足痛い。自転車につける屋根は空気抵抗でかそうですね。横浜で5000円ぐらいじゃないですかね。はあ、はあ、はあ、あ、リアか。これが野辺地か。確かに店どこも開いてないですね。食堂がいくつかあって、うん、野辺地駅、ひらがなの野辺地駅だ。よっと。うん、あ、山崎ショップある、コンビニあり。駅前にコンビニがあるの、野辺地駅の。うん、タクシーいますね。お昼ですか、まあ、早いな。電波良くなってきましたか。うん。栽培マンってなんだっけ。ドラゴンボールだったっけ。ちょっとトイレ借りてくのと顔洗ってきます。のへじ。やった。ちょっとじゃあ顔洗ってきますので。タオル送ってないよな。確か残したよな。タオル残したよな。タオル残したよな。あれ残したタオルはどこ行った。あった。よし。あ、ちょっとビビった。ちょいビビりました。まあタオルはなくたって死にはしないけど。よし。ちょっと顔、目の周りが少し見えるんで洗ってきます。よし。